ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。のみの手あらば、のみを取り、力を込めよ。弦のね知らば弦を弾けかし。ああ、さはといそ。どこより岸かの鳥と。昨日稲妻雲を焚き、今日日はも揺れ、ひとたび来ては岩尾を去らず。ああ、また時そ。などか飛ばざるかの鳥と。鳥の姿はさやかにて、緑の玉の、その種、花と裂けるに似たり。ああ、怪しみそ。世に珍しきかの鳥と。鳥の瞳は、ひと日もしやらば。その日によみがえりてる人の目の影。ああ、危ぶみそ。何の印かかの鳥と。一人ともなく、大峰に装い浮かび、またおば返す、明日もあらず。ああ、指さしそ。眠る価格もかの鳥と。泣く音は聞かず、いつかまた泣くなむ声か。鳥はもだして、一人進めり。ああ、あざけりそ、命絶えしかかの鳥、と。羽はされど、たそ言える輝き満ちて、一夜幻峰をめぐれり。ああ、疑いそ、夢にも似たるかの鳥、と。揺らぎを胸に覚えなば、揺らぎを包め、再びこの世、鳥は帰らじ。ああ、悲しみそ、どこに消えしかの鳥、と。神原有明、独言愛歌より、米朝の歌、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。神秘的な鳥である、米朝を主題にした詩でございますね。米朝とは、古くは、吉時の前兆として現れるとされた鳥のことでございます。よくある例とすれば、鳳凰とかが有名でございますね。彼方から来て、吉時を告げ、彼方へと去っていく。孤高といえば聞こえはいいかとは思いますが、仲間もつがいもなく、世に交わることもできず、勝手な目で見られ、好きなことを言われる。むしろ孤独と言った方がいいのではないかと思います。まれびと信仰にも通じるものはあるかとは思いますが、この世に迷い込んでしまった来訪者は異物であり、孤独でございます。さて、来訪者さんたちの幸福はどこにあるのでございますかね。吉時を世に告げ、飛び去っていった霊長に、いいことがあるよう祈るばかりでございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉箱書道。